なんか30周年にも関して思うことある、ね、ほぼほぼ毎回同じセットで、まあ、そうだね。すんげえ変化するシーンが出たりとか、小馬券というなんかスパゲッティは残してみたいな。その大人のこってりしたおかずをちょっと残してすっごい人間国宝、人間国宝になったのさ。伝統芸能の域まで行けば、うん、このさ、なんかくだらないっていう価値観っていうのね、我々持ってきたじゃない。くだらないとかしょうもないっていうのが、あの価値であるっていうね、面白さである。そこがもしかしたらちょっとマスクでだいぶダメージ食らってるかもね。そこはなんとかマスク取って復活してほしいな。ね、このそろそろこの電気30周年公演の話に入りたいと思います、はい、と動物電気の話に入りたいんですけど、この動物電気ってやっぱ顔大事だもんね。そうですね。コマポスター見てもやっぱ みんな顔がさ、表情が面白いもんな。全員すごいよな。あの大志さんと、ザチマサオカ大志さんと、はいはい、あと森戸くんと、結構この最近ここ 1,2 年で2人初めてご一緒して、だからなんやかんや電気はよく見てるけど、小馬券しか知り合いがいなかったんだけど、増えたんですよ。ちょっと増えた、ちょっと増えた。だからこれはあの絶対行こうと思うんだけど、リサーチぶりに、うん、どうですかこの年引き。やばくいいタイトルいいね。この俺があんまり名前が分かんないような若い人もいて、そうですね。これ劇団員が増えたと。これ全員劇団員。全員劇団員だ。じゃあ増えたんだね。そう、ちょっと、ね、2年前、4年前に、うん、まあ、オーディションして。はい、でも、その時点で動物電気に入るって思ったっていうのは、すごく見込みがあるんじゃないですか。そうなんですね。まあ、まあ、どういう思いで入ってきたか、人それぞれちょっとあれなんですけど。まあね、どうしても、まあ、うちもそうだけどさ、どうしても抜けざるを得ない人は年々出てくるからね、やっぱり補充していかないとっていう。でもなんかなんていうかな、フレッシュな感じの中に小馬券とか大志さんとかが入ってまあそうですなんか、うん、なんていうかバリバリ現役感っていうか現役感って言ったらあれだけど、なんか全然その30年やってる感じしないよな。あ、こう悪い意味で30年古いなっていう感じがしない、うん、このポスターだなって感じ。うん、どう、なんか30周年に関して思うことある？なんか、うん、結構やっぱ30年やっていくと、まあ大人になって、劇団も大人になっていくっていうか、うんうんね、その落ち着いていくじゃないですか、うんうん、で結構社会派になっていったりとか、そう、ね、まあ、いろんなとこ出ないといけないから、うん、でシリアスな芝居もするしってなるとね、ってなった時に、うん、うちはもうだから、まあ、いい意味でか悪い意味でかもう変わんないっていうか、うんうんうん、やっぱ大人になってない、もう ずっと同じことをもうここ20年ぐらい、うん、ほぼほぼ毎回同じセットで、まあ、そうだね、同じような、うん、あの展開の話をずっとやってて、それはやっぱりあの劇団がどうこうっていうことを多分あんま考えてなくて、うん、結局来てくれたお客さんに、まあ、笑ってもらおうっていうことをやっぱ主としてやってるからだと思うんですけど、うん、でやっぱ、まあ、うちの座長が割となんていうか変わるのを
こうまあ恐れるっていうんじゃないけど、うん、変化を嫌うタイプなんですね。そうそうそうですね、うん、で毎回こう一個ずつ面白かったことが増えて、うん、その、うん、お約束がどんどん増えていくみたいな感じの、うん、になってったりしてて、うん、でもちろんそのキャ劇団員がいなくなったことでできなくなるお約束あるんですけど、その、まあ、その辻うちに安井さんの人がいなくなったことで、うん、バネみたいに立ち上がるシーンができなくなったりとか、そう。すんげえ、すんげえビンタするシーンが出たりとか、でもまあ人それぞれのちょっとしたお約束はあるんで、そういうのを増やしながらやっていくっていう、うん、だから本当になんていうか、町の定食屋さんみたいな感じでこうもうね、そういう町の、ま、毎回行く定食屋さんのなんか味変えてほしくないじゃん。そうそうそう、カツ丼だったらカツ丼のなんかカツ丼の味もチャレンジしてほしくないよっていう感じじゃない。そうそうそう、それで、まあ、そのもしかしたらずっとカツ丼を常に食いたいわけじゃないから、うん、毎回欠かさずとはなんないかもしれないけど、うん、ある一滴かね、ああその動物電気のカツ丼食いたいわってでちゃんとその味があるっていうような、俺はそういう風に勉強を思って、ね、これこれっていう、うん、そうそうそう、だからね、何回か見ずに行ってさ、なんか味が変わってたらさあれあのカツ丼が良かったのにっていう、うん、でそれがまあそのカツ丼は残して、小馬券というなんかスパゲッティは残してみたいなね、うん、ね、新たなあのメニューがちょっとは増えてるみたいなことだよね、うん、分かりやすいよね、そういう、そういうなんかそういう集団はとてもいいんじゃないかな。うちなんかはやっぱりそういう意味で言うと、まあ、もしかしたらジャンルはさ、例えばあのイタリアンとかさ、そういうのは決まっているけれども、はい、なんかガンガン新しい料理を割と出す、うん、なんかリゾットってことは確かなんだけどな、リゾットに何が入ってるかとかが、なんかもう定番とかじゃなくて、どん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 今月はどういうこういう感じでみたいにすべきだな。なんだと思うんだよね、比較すると、うんうん、なんか電気はそういう意味ではその町の定食屋さんっぽさっていう意味ではさ、なんか一番じゃないかな、そういう空気を持ってる集団としては。まあ猫手も若干そうなんだけど、ね、猫手はたまにメニュー変えたりするっていう気がちょっとあるんだよね。猫手はそう、なんか、うん、何やって時あるから、うん、いや俺やっぱ昔のなんかこってりしたものを出せた時が好きだったんですけど、うんうん、まあそうだね、そう、そのなんか大人なんかそのこってりしたおかずをちょっと残してすごい、なんていうんだろうな、もともと千葉さんが好きなものが残ってるっていう、うんうん、あ、そうだね、そう、そうだね、それはそれで面白いからあの行くんですけど、そのじゃあ次はどうなんだろうっていうような集団に。ね、こういったちょっと変わってきたけど、うん、電気はもうしっかりこの、まあ、そう味をお袋の味みたいなキープしてるって、それは尊敬に値するし、なんか先輩の集団とかでもそんな集団ないんじゃない、あるかな、うーん、まああんまないかもしれないですね。ね、今もう使うもんね、ベテランでもなんだ、例えば乾電池なりボードビルのビール、女作品をやる集団だし、まあそうね、ランパやな、ラッパ屋か、ラッパ屋はちょっとそうかもね、うん、確かに。でもなんかやっぱりちょっと違うものを毎回出そうとしてるところはあるよ、鈴木さんが、うん、興味がいろんなところそう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 、その丼は丼だけどね、うん、で今回はちょっと違う材料とかいう感じな気がするね、あそこのあれって感じ、なんかいつもの岡山さんが見たいっていう感じでもないじゃん、あ、そう、うん、そうするとないよな確かにないかも、もしかすると新幹線もそうか、あ、新幹線っていうのはもしかすると電気と同じようにいつもの阿波根さんを見たいとか確かに、もしかしたらそうかもしれないな、うん、そうか、でも電気はそのイメージ的にはもう新幹線ちょっとあまりにもねいろんな芸能人も出てちょっとあれだから雰囲気違うかもしれないけど、
うん、やっぱ電気はそういう、だからこういう存在がさ、なんかこうそういうことがもっと立てばいいのになと思うね、このあなんか唯一無二の老舗という考え方演劇において若いやつには絶対ないわけであってさ、なんかそういうのがな分かると、なんかみんなで守ろうみたいなそうですね、うん、人間国宝、ね、人間国宝みたいなさそうそうそう、伝統芸能の域まで行けば、うん、まあでも守られるだろう、国が認める国宝にはならないかもしれないけどなんとなくこう演技衝撃場的な国宝、うん、みたいなね、俺は自分ではそう思ってるけど、なんかもうそういう風になんかそんなキャッチフレーズつくと今2年に1回ぐらいなんだっけ。そうですね、それもみんなのその都合とかいろいろ考えると、そうですね、うちもう半分ぐらいが普通に社会人なので、うん、毎年2ヶ月休むとかってもう難しいですよね。そうかそうか、2ヶ月は休む、うん、その稽古と本番合わせてもね、そうそうそう、ってなるともう2年間ぐらい会社勤めをちゃんとして、うん、で、すいません2年に1回なんで、なちょっとここ1週間2週間休ませてくださいって会社に頼んで本番に行こうっていう、貴重だね、そうすると1回を、その1回1回がね、そう、なんでまあ、まあほぼ全員出ようっていう、うん、2年に1回だからもう出ないってことはまああんまない、うんうん、そうだね、うちはその年1回っていうペースでやってるんだけどさ、はい、今回はそのまあ 年度でやってるから今回1年半ぐらい空いちゃったんだけどね、うん、まあでもそれ以外やってますもんね、今の時がちっちゃいやつだね、ちっちゃい、うん、でもなんか結構空けるってこともいいんだなってね思ったり、ちょっと1回1回の貴重さが、まあ、まあその動員がどうなるかわからないけど、動員はでもこれは30周年だから入るんじゃない、どう、まあそうですね、入ってきた、ね、久しぶりに無理だし、やっぱそのやっぱね、コロナ禍で客席間引かなきゃいけない、結構大変だった、まあ俺らは2年に1回だからコロナ中に1回しかやってないですけど、うん、もう今は大丈夫だもんな、うん、いや楽しみだな、ちょっとね、そう30周年なんで、なんかまあちょっと、うん、ぜひ、ああまあどうかな、劇団に対して、劇団でもいいし、自分的なもの、うん、それはでも、あの小馬券がそう思ってるってことはあんま知られてないから、あ30年っていうところいや、なんか劇団作ろうはいるような気がするんだけど、劇団を続けていこうっていうノリがあんまりないのかもな、足を運んでいただきたいですよね、こちら、ね、三木山動く、なんかね、心がほっこりするんですよ、なんだ亀岡、いやいやいや、いいんですよ、その僕に絡まなくていいんです、大丈夫。